業務用コピー機のトナーって高いですよね。まあ本体も高いから怪しい社外品とか入れる気になれない。まあただ中小だと厳しいのは確かですね。そこでアマゾンでいいものを見つけましたね。通販に届きました。これですね。どうせ互換品だろう。これ違うんですよね。これ並行輸入品、海外製ですけど純正品ですね。純正品です。ちゃんとメーカーロゴも入ってますね。まあ値段も純正品と比べると3分の1ぐらいかな。非常に安いですね。あの業務用コピー機、できるだけ運用コストを下げたい人、でも安心は欲しい、そういう人は純正品だけど並行輸入品で安いもの、それを選ぶのがいいのかなと思いましたね。業務用コピー機、賢く消耗品を選んで運用コスト下げてみましょう。